よろしくお願いします。はい。どうもご紹介ありがとうございます。煩悩と申します。えっとですね。まあ、今も流れてて、えっと朝の最初に統合テレビに関しては煩悩さんという風に振られちゃったので、えっとまあ、話をそれの話からするんですけれども。まあ一応あのまあ、えっとお配りしてる。テキストはあのこの講習会のあのサイトに。この講習会のあれですね。えっとまず一番最初からやると。 あそっかあの申し込んでいただいたあのジャックスのきょのこ今日の講習会のページの,、えー、っとこの講習会資料はっていうところをたどっていただいてあもう手持ちのものでもちろん結構なんですけどあのそこの、えー、っとここのものですねであのこっち側をクリックするとあの僕のところの今日のタイトルをクリックすると。 あのウェブ版のものが出て「あの紙資料」ってやると PDF 皆さんがお配りしたやつがあ出ますのでまあどっちでも好きなの今私と一緒にやるんだったら PDF よりこっちのウェブページの方がいいと思うので見てくださいでこのウェブページもなんかそっけないなとなんかデザインが画一的であれだなと思うかもしれないですけどこれあの GitHub っていうところにあのアップした、あのー、あえっ、ー、とまあ サイトで、まあ、この画質的な形になってるんですけどこれが同じ形になってるんで、まあ、分かりやすいという感じであるので、まあ、これでお付き合いいただければなと思います。でまあ私のえっとパートはまあ90分ほどえっとこのえっと、まあ、主には遺伝子発現の公共データベースの使い方をまあえっとお話しするんですけれども遺伝子発現の公共データベースの方がいろいろちょっと変わってきてるので、まあ、その状況も含めてお話しして OMIXDB って言ってますけどそういうところら辺をちょっと えやっていた、一緒に、まあ、触りだけですけれども、やってやろうかなというふうに思ってます。で、まあ、あの私なんかが、えっと今日も講習会のツイッター担当でずっとつぶやいてますけど、あのもしよかったら、なんかこれはと思ったら、ツイッターでこうつぶやいていただければありがたいです、ハッシュタグは、あのあアジャックスっていうここのやつですね、であの出てきますので。 例えばこのアジャックスとかいうハッシュタグで検索していただくと僕がさっきから突風打ちたやつがこうやって出てきますんで、まああのまあ、ちょっと,、えー、とノイズもありますけど、えーまあえー、と見てください、まあ、こういうツイッターなんかも使ってくださいでえっ、ー、とですねまず一番最初に、えー、と私の、まあ、お話を始めるにあたってですねその補助的な まああのツールとして統合テレビというのをご紹介いたしますであのまあ講習に関してはまああのこんな感じで進めていくんですけど割とあの一緒にやろうというのが趣旨でやってますのであの詰まったりとか何かあったら手を挙げてくださいそしたらあの後ろにいるあのえっとティーチングアシスタントとしてあのえっといる次の演者とかの方がですねえっと聞いてくれると思いますので。 ぜひあの基本、この辺に書いてますけどあのまあ資料が見て自分できるなといた人はどんどん先に進んでい,ていただいても結構ですしあのまあ僕,ら僕と一緒に同じペースでやっていただいてもいいですで。先ほどもありましたけどまあサイトの反応が遅い時ってあるんでそういうはあはちょっと待つとかちょっと別のページをやってみるとかこれ結構大事です。なのでえ実行してみてください。そういういいいい時はつながんんねえぞとかかででツイッターでつぶやいてもいいかもしれません でまあ、これもさっき言ってましたね反応がないからって何回もクリックするとますますつながらなくなりますとおおらかな気持ちでいきましょうとで湧からなかったら手を挙げてねとはいえっ、ー、とそういうことですが一番最初、まあ、この僕でやる部分の概要法に書いてあるとおりでして、まあ、テレビ統合テレビの話を、まあえー、と説明してその後は、まあとは公共オミックスデータベースっていうのはどんなものかとでそのまあ 使い方の実例としていくつかちょっとやってみてでそのっとに個々の遺伝子、まあ、注目している遺伝子というのは皆さんあの研究されている方はあると思うのでそういう,、まあ、うんと遺伝子に関する発言プロファイルもちろん自分で研究している方は自分でデータを出していると思いますけどそうじゃなくて他の方が出されて公共データベースに登録されているようなものをまあ見る方法で。で そうじゃなくて僕は何個も遺伝子あの100個とか1000個ぐらいあの遺伝子興味あるのがあるとそういうのは1個ずつ見るのが大変だという方向けの、まあ、やり方ですね何かお話ししたいと思いますはいあのー、そういう感じで、えっと、ちょっとあのやっていこうと思うんですけどはいよろしいでしょうかで、えっと、一番最初に、えっと、統合テレビ に関してちょっとお話なんですけどこれはですねあのもうやり始めて10年ぐらいになるんですけれどもあの私が今のこの、まあ、こうやって講習会もやってますけどこういう統合データベース、まあ、データベースをまあ流通して皆さんにより使ってもらえるという事業ですけどそれを始めるにあたって一番最初に始めたもので,でなんでこんなの始めたかっていうと当時 YouTube が日本に日本語版が出回り始めて。 これを使ったらあのデータベースの使い方とかあのこの実際のウェブ上のツールとかの使い方があの皆さんに分かってもらいやすいんじゃないかと思って始めたものです。これはここに書いてある通り生命科学分野の有用なデータベースやウェブツールを動画で紹介するウェブサイトっていうわけです。で、まあ、ですので、まあえっと でここからまあクリックしていっていただければ、まあ、このページが出てくると思うんですけれども、まあ、さっきちょっとこうプロモーションビ,、えー、っとビデオとかいうのを見せてましたけど、まあ、こんなあの感じで、えっと、まあプロモーションもこれずっと見てると時間ももったいないので後で見といてほしいんですけれどもこれはあの、えっと、統合テレビの,この初「はじめての方へ」というところ。 ページいって頂い,いてこの「初めての方へ」っていうのを一番上で見ていただいたときに出てくる「これです」なんですけれどもまあそういうあのえ一番最初に見てほしいものなんですがまあそれ以外にはもう簡単に言うとこんなふうにあのいろんなあのツール1266件ってなってますけどそれぐらい登録されているあのサイトでまあざっくり言うとこういうふうに。 ウェブ上で,です、ね、いろいろこうやってるこういうふうなあの今の画面に出てるものでここをクリックしますとかそういうふうなものをこう組み合わせたそのスクリーンキャストですねスクリーンをキャプチャーしたスクリーンキャプチャー系のこう、えー、とツール紹介がまあ3分の1ぐらい400個ぐらいあってそれ以外の部分っていうのはこういうふうに僕らが今講習会で私自身講習会で講習でこうやって話してますけどこういう感じのものをあの撮った今も撮ってますけれどもそういうふうなものを講習を撮った えー、ものっていうものがあの入っているものになります。でこれに関してもまあこれあるから使っといてねってやるとなかなかえっとえっとあのどう使っていいのか分かりづらいと思うのでえっと有用なところを一個二個だけ教えておきますとこのページを見て一番まずクリックしてほしいのはこの講習会実習資料っていうこのアジャックス今回のですねここをクリックしてほしいんですよね。そうするとですねあの今までの私どものこのアジャックスの講習会でやった ったやたつが全部こう取られて、こういうふうにあのどどのアジャックスなんとかで、まあ、今回の場合は河内ですけど終わりでやったやつの,あのどういうタイトルのものがあるかっていうのがこうざっと出てさらにクリックすると、まあ、ウェブページですからと一緒で、えー、っとこのその時にやったあの動画収録した動画とその,時のえー、っの講習会の資料がこの下にずーっと出てます。まあ、これは 後で僕の後で中里さんがやってくれるのと非常に近いのであまり見せるとネタバレになるから怒られちゃうのでこの辺にしときますけどこういうふうなものがあるのがまずこの AJAX でいい点でそれ以外は自分で興味のあるツール分野があると思いますねそれを例えばゲノム関係を知りたいんだったらこうやってクリックすると「何々をしたい」とかいうふうなものをそのやりたいことによってこういうふうにまとめられたりしてますし。 あとこのここ、えっと、ここですすねそのの他講演講演習会あこれじゃないなすいませんこここ、ね、この辺をまず見ていただいてその他じゃなくてすみませんあのずっとちょっとこの下の方のタグなんですけどこのタグの中で有用なものとして、えー、っとこの NGS 即修ハンズオンというのがあって NGS というのは次世代シーケンサーのことですけど次世代シーケンサーの使い方が特に。 知りたいという方が多いのでこれいうふうにお話してるんですけどそういう方はここをクリックしていただくとその NGS ハンズオン講習会というものであのこういうふうに撮ったのとその時の資料が全部ここにありますそれはここで、えー、とさらに表示するってやるとその時やったやつが全部出ててこれ過去3年来ずっとあのそういう夏にですね NGS の,の,あのデータ解析に関する、えー、と集中講,講義をですね えー、NBDC があのやってるんですけれどもそれに関する毎年分3年分のものが入ってて今年も4年目あのやるんですけれどもそれがここから全部あのアクセス可能ですこれが意外と分かってもらえなかったのでもう一度言いますと、えっと、ここのずーっと下のこの NGS 即集ハンズオンここですねしつこいようですけどこれが一番分かりにくいのであのいつも言ってるんですけどこれをクリックするとこういうのが出ますでさらに表示ですねはいあとこのさっき言ったこのアジャックスですね あとは自分のこの興味があです例えば今日の発言解析とか知りたい場合発言解析ってやると発言解析関係の統合テレビがずっと出ますこれもなんかクリックするとそのツールのスクリーンキャストがの使い方がこう出るとでこの実は動画すごい見てあこれ有用だったなと思うとこれもあの論文と一緒で引用していただきたいんですねで引用するときにじゃあこれどうやって引用するんですか URL ですかっていうんですけど URL でもちろん結構なんですけれども、これ、よく見るとですね、ここですね、ここに DOI ってついてます。これは実はあのデジタルオブジェクトアイデンティファイアーっついって、このデジタルの,あのものに対して全部付く ID で、皆さんよく見てるのは論文だと思います。論文に対して、論文のまあウェブサイトとか PDF に対して、この DOI ってついてて、論文を用意するときにこれを書けばいいよみたいになってると思うんですけど、この統合テレビの動画に関しても、これ、この DOI っていうのが、 あので引用できますからぜひあのやってこれで引用していただくと我々も浮かばれるとあの作ったものがまた次作ろうかなと思うと思うのでぜひこれで引用してほしいとであと一つ言い忘れたことがあってそれはこの統合テレビって動画だったんですけど最近静止画にも結構進出しててですねこの自由に使える画像を探すってところがありますこれですねそれでこれをクリックすると何が起きるかというとですね まあ自由に使える動画が出てくるあ動画,じゃあの画像が出てくるんですけどこんなやつですねこんな感じであのいろんなあの自由に本当にあの自分たちの,あの、まあ、申請書とか論文とか創設とかい,しいろんなものに使っていただけるこう画像静止画っていうのを用意してます例えばあのそうですねえっとこのこれなんかだとパシックバイオサイエンスっていうのの,の長読みのシーケンサーなんか のこれえっと画像なんですけどみんなでアクセスしたからかちょっと出てこないですがこういう動画ですねこういうものが動画じゃない静止画ですね静止画がこういうふうにあの得られてで何の形式で保存しますかっていうので PNG だったらピン,グピング形式ってやるとこういうふうに出てきますでこれをセーブ,セーブすればいいわけですしまあそういうものが使えたりとかあとまあお医者さんの方が多いと思うのでこうお,薬お薬のえっと画像とかもございます。はい そういうようなものもやっててこれが大体500個ぐらいあってまああのイラスト屋って言ってあのあれですね自由に使える画像をまいているサイトありますけどまあ,あれのバイオ版だと思っていただいたらいいと思うんですけどそういうものをまあ僕らもえと提供してまあ昔からやっててですね、いろんなまあ有用なあの画像をまあ発信してますのでこれもぜひ使っていただければなというふうに思います。これがまずあのつですね。 はい、でそれがこの辺で言って,くれ言っている話で、まあ、この統合テレビ作る人もあのほっといたらボコボコできるわけじゃなくてあの作る人は常にこう募集してますのでぜひこういうの作ってみたいと報酬出ますんであのぜひあの周りにいたら、えっと、紹介してくださいもうここら辺であの、えっと、クリックしていったサイトにあの募集の方法とか載ってますのでぜひ、えっと、見てくださいでなんでこんな統合テレビの話したかっていうと、まあ、もちろん私がやってるかっていうのもあるんですけれども 実はこれから後の講習会のコンテンツついていけなくなったらとかあとで見たいと思ったらですねほぼ同じようなやり方あのこ今日講習会でやるものが統合テレビに載ってます載ってるっていうのは、まあ、もちろん僕が喋ってるような統合テレビもあるんですけれども。 そうじゃなくて、えっと、スクリーンキャストですねこれやってみた実際にこのツールを、えっと、動かす方法とかそういうのが、えっと、統合テレビにあって全部リンクしてますからもしくは統合テレビで検索していただければすぐ出てきますからそういうものを、えー、使っていただければと思うのであのぜひそういうふうに、えー、やってくださいはいそれが第一部ですよろしいでしょうか、まあ、こんな感じで進めていきますんで。はい。 でえっと、公共オミックス d b とはというところから進めていこうと思います。去年まではこれ結構あの、電子発言 DB というタイトルでやってきてたんですけど、えっと、遺伝子発言のデータベースが収まってたところに最近はどんどんその遺伝子発言以外のデータも入ってきててあの、まあ、ごっちゃ混ぜになってよく分かんなくなってて海外だとファンクショナルジェノミックスデータベースみたいに言ってでます。 データベースでいいのかなって感じで思って、そういうふうにあのえっと公共オミックスデータベースっていうような言い方をえっと今回してみました。でですね、うんとまずそういろいろ知っておいてほしいこと、予備知識として一番大事なのがこの部分ですね。マインドギャップって書いてるところで、えっとまあえっとそもそもですね、そのいろいろこうまあ遺伝子発現をはじめとしたオミックスの解析したデータ。 っていうのはもう論文に出すときは公共データベースに登録してというふうに、まあ、な流れだと、まあ、思ってた思うと思うんでしょうけど、えー、とか海外というか、まあ、イギリスアメリカ、イギリスぐらいだとそのあれです、ね、あの予算をもらっているところの方針で、えー、論文になろうがな,なるまいがまずそのやったデータは登録してくださいと。 公共のデータベースにまず登録すると、っていうのがま原則になっていることが多くて、論文発表されてないけどあの公共のデータベースに存在しているってことが多いです。あのなのであの論文に出たデータを探すというよりは公共データベースにあるデータを探すとした方がひょっとしたら自分にとって有用なものがすでに公開されているかもしれません。っていうまあ、お話です。これですね。日本では論文投稿前が えとそういう公共データベースに登録するのは一般的なんだけど海外では欧米ではそうあの研究費のでも出どころによりますがそういうふうになっていることが多いということをまず知っておいてくださいで,、えー、とでこのオミックスデータベース関係なんですけどこれちょっと歴史の時間で歴史を知っていただかないといろいろわからないなんでこうなっているのかわからないと思いますので、えー、始めますでそもそもこんなふうにややこしくなってしまった理由はあのマイクロアレイにあるんですよね まあマイクロアレイにせいにしたらなんかマイクロアレイかわいそうですけどマイクロアレイなんですよ。でなんでかっていうと、えっと、マイクロアレイがまあ発明されたのって90年代のまあ後半、まあ、本当はもうちょっと90年代の中頃から出てたんですけどそのマイクロアレイなんですがマイクロアレイも出てきてそのデータをじゃあどうしようってでもあのもったいないからちゃんと全部そういうのもデータベース化しようっていう流れが2000年ぐらいからたくさんデータ出てきて始まったんですね。 でそれがあのまあこの辺に書いてある NCBI にある g e n e x p r e s s i o n o m n i b u s g e o ってやつとかあと EBI ヨーロピアンバイオフマティックスインスティテュートの ALEXPRESS というデータベースとしてあの、えー、どんどんマイクロアレイ、まあ、名前から見て分かる通り特にこっちなんかマイクロアレイのデータベースだったんですね。でマイクロアレイってご存知の通りあのまり、あ、高密度にの算ができるようなまあ のノザンブロッティングができるような、まあまあ、ガラスライド状にあの DNA をあの打ち付けてそれとハイブリしてそれを開口で検出するというものなんですけれどもそういうあのタイプの、えー、っと測定手法はもちろん主にはそういう発言アレイ発言マイクロアレイ発言を測定するための発言アレイエクスプレッションアレイっていう使い方が多かったんですけど、まあ、それ以外の使われ方もいろいろしてきました。 その一つとして有名だったのがチップオンチップと呼ばれているチップチップっていう今だとチップセックですけどクロマチンイミノプレシフィケーションをして要するに転写因子が持ってた DNA 配列にどんなんがあったかっていうのをそれで検出するっていう方法がすごく注目されましたそれ以外にもいろいろもう応用があって DNA が結合する DNA をハイブリで検出できるものなら何でもマイクロアレイってことで発言じゃないデータもいっぱいここに収められてきたんですね それがこのオミックスデータベースになるあのきっかけでした。それがあのえっ、ー、とまあ2000年のまあ中頃ぐらいからそうだったんですね。でえっ、ー、とその状況下でまああの実際試験さっていうのがだいぶあのあ発明されてでそれによるデータもだいたい2 0 0 0年の後半ぐらいからバカバカ出だしてきたんですね。まあその話は後で中澤僕の次の中里というものが、うん 話ししてくれれるのでしませんけれどもあのその NGS のデータでこのもちろん発現を測定遺伝子発現を測定する r n s ックというのもありますしそれ以外のチップセックとかそういうあの今まではマイクロアレイで測定してたけど今は NGS でやるっていうような実験がいっぱい出てきたんですねで。それも一緒にこの、えっと マイクロアレイの名前のデータベースついてますけどここにあの登録しようじゃないかという流れでずっとあのここに登録されてきましたその結果あの、えー、マイクロアレイのデータベースなのに NGS のデータがいっぱい入,あのは入ろうとしてて去年なんかの登録数だともうマイクロアレイと NGS の登録数が半々同じぐらいになっているというような状況あ登録数というのはその年だけの登録数ですよ全体ではまだまだマイクロアレイの方が多いんですけどそういうあの。 状況になってきてて、ものすごく今その歴あの状況がですね、ややこしい状況になってて、えっ、ー、となってます。なので、うんまあまあ何でもかんでもそのオミックス、機能ゲノミックス関係のデータはこういうところ見ればわかるよっていう風になってて、でその中でですね、これは発言アレイのデータだ、そうじゃないとかいう風に分けようっていう風になってます。ですので、ちょっと今すごい長い話したんですけど、要するに発言関係ので発言アレイの ははじめととした遺伝子発現ののデータのオミックス関係はここにあるとだけどそれ以外のデータもここに入ってきているというふうにまあ思っていただければいいです。はい、でじゃあ,あのゲオと a l e x p ス e s ス両方あるけどこれはどういう関係なのって話なんですけれどもこれももともとは独立にそれぞれあのデータベースを作っててお互い独立あの関係なかったんですけど最近はですね EBI の、e アレックスプレスの方がこのゲオの,あの新規のものを全部取り込んでですねこっち側があのこっち側のデータをあのどん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 取り入れてこっちに EBI のアレックスプレスの方を見ると全部入っている状況になってるんで、まあ、こっちを検索する方があのいいだろうとでしかも、えー、と検索のインターフェースもこの EBI のやつの方が優れてますんで今日もこっちの,あの解析あ、えー、とデータ検索の方の話をみんなで一緒にやろうと思いますそういうふうになっててこっち推奨に、えー、となってます はい、なので、まあ、この「アレ・エクスプレス」という方を、まあ、見あ見てくださいであのせっかちな人はもうここでちょっとこれクリックしてあの見ててもらっても結構ですのであのまあちょっとそう,そういう状況になってます、まあ、その辺の状況に関してはこの辺にざっと書きましたけどそれ以上の詳しい状況はこの辺、えー、読んでくださいもうあまり言いません、はい、で発言定量、まあ、このエクスプレッションのものにあ遺伝子発言に関しては マイクロアレンの解析っていうのはさっきも言ったけどその、えっと、スキャナーで読んだそのスライドガラスに、えっと、それぞれにたあのプローブに対応するあの傾向量を、まあ、測定してそれが遺伝子発現量として、えっと、でその遺伝子がどんな遺伝子だったかっていう遺伝子のアノテーション、まあ、さっき出てきたジンオントロジーとかですねなんかを付与してあの、まあ、そういう専用のソフトウェア、まあ、よく使われてきたのがジンスプリングとかですけど。 あとはインジニティパスエアナリシスそういうようなものを使ってもこう解釈するみたいな流れが、まあ、マイクロアレだったのに対して RNA セックになるとそれがもっとややこしくなっててですねこの発言量を得るまでのス,ステップがもういろいろややこしくなってますよとでどうややこしいかというと,、えー、とシーケンス読んだものを、まあ、読んだっつってもまあ非常に短い断片ですからそれをゲノム自分の,そのまあターゲットとしているゲ,ゲノムですね、まあ、人なら人マウスならマウス に対してあのゲノムに貼り付けてですねその貼り付けるのがこの「b、え、o、っと a i っていうプログラムなんだけどですけどそれで貼り付けてその貼り付けたやつをさらにあの集めてきて、えっと、でやるプログラムはこの辺の一連のもので、えっと、結果としてその遺伝子ごとにどれぐらい貼り付きがあったかというのをこう、えー、その貼り付き具合で遺伝子発現量にしてあとは解釈するあとは一緒なんですけどね。まあ、でもそういうい あのところでですね、まあ、リファレンスとするゲノムが必要だし、えー、とどこにあゲノムのどの位置に、えー、と遺伝子が構造されているかとかいうゲノムアノテーションも必要だし、まあ、さっきもいると言っていたその遺伝子アノテーションですねあのジンオントロジーとかですけどそういうものももちろんいるというわけであのアルネセックのデータ解析ってこんなにいろいろステップが多くて、まあ、ややこしいというわけです。 まあ、でこういう辺の詳しいものは、まあ、あの2年前にプロトコルをあの本にして出したのでこういうのを見てくださいドライ解析基本っというやつですね、まあ、そういうのに載ってますからあの、まあ、詳しくは見てください、ただし今日はそんな話,あそんな話というかそういう話は、えー、とやりません、なぜかというと皆さんの、えー、とパソコンで今、えー、とウェブブラウザ上だけでやるということはできないからです簡単に言えば。 あのウェブ,ブラウザー上で全部できれば嬉しいんですけどちょっと無理ですねあのこの大学でしたらあの、えっと、広田さんができますので広田さんに聞いてくださいでいいですか <laughs> で <laughs> で,あのであの今からはその主にですねすで、まあ、に、えっと、公共データベース中に登録されたそういうあのオミックスのデータで自分たちに使えるものがないかっていうのを探す方法を えっと皆さんとと講習したいと思い思ますでそれなんですけどそれはまああの先ほど言いましたように EBI のアレエクスプレスっていうものを使おうと思いますなのでこのまず EBI のアレエクスプレスにみんなであのアクセスしましょうこれですねでこの URL これをクリックしてもいいし あの新しくこれをコピペしてあのアドレスで貼り付けてもいいんですけどこれ多分クリックするとこのウィンドウから遷移しちゃってこのページがなくなっちゃうんですけどこのページがどうしても欲しいので、えっと、ここを残してクリックするにはこれ右クリックして、えっと、Mac の人も右クリックできると思うんですけどして、えっと、えっと新しいタブで開くっていうふうにしてください。はいはい、みんんななでで行くととつがりは悪いと思うんであの はい、えっ、ー、とつながりいかがでしょうかあそうださっきそう聞くの忘れてたんですちょっと一つだけちょっとアンケート取っていいですかこれこれはあの担当者からやってきてくれって言われてるんでちょっと毎回やってもらってて失礼なんですけどこの統合テレビっていうのを日来るまでにあの知ってたもしくは使ってたあのしあの知ってたっていう方はどれくらいいますかちょっと手を挙げて頂ければほぼ全員ですねありがとうございますちょっとこれは喜ぶと思うんであの担当の者に 9割9割って書いててください、9割、はいえー、っとそれであともう一つ、これですね、あの新着論文レビュー、これもあのえっと一番最初にミノワが説明したと思いますけど、この新着論文レビューもなんですけど、これもいつもあのアンケートをぜひ、編集長、これをやってるものはあの飯田というものなんですけれども、ここに編集人ってやると出てくる彼ですけど、のこの人ですね。 あのなんですけどこの人にもいつも言われているのでぜひこの新着論文グブレーレビューも今日聞くまで知ってたって人どれぐらいいるかちょっと挙手していただけますかよろしくお願いしますあすごいですねこれもはいえっ、ー、と八割五分ですねはいということでありがとうございます今日は非常にあの皆さんあの最初から知っていただいててあのこんな東京テレビとか言って延々と話してなんか非常に申し訳なかった気がするんですけどはいあのありがとうございますこれはあのえっとありがとうございます。 アレエクスプレス出たでしょうかまだこれにつながらない人っていますか大丈夫ですか、はい、じゃあアレエクスプレス出たら、えっと、この講習の、まあ、例にあるようにしてやっていこうと思いますでアレエクスプレスは行くとこれは週に1回データが更新されているのであの毎週代わりでえっと週代わりでここのデータが変わります でこれ見ると、えっと、今どれぐらいエントリー数が入ってるかが分かるんでちょっとこれ見方を、えっと、説明しようと思います3つ産行これデータがあるんですけどこれどういう意味かというと一番上の7万ちょい7万飛んで291っていうのはこれあのエクスペリメンツって書いてますけど要するにこの実験のシリーズですね、まあ、1回実験したらあの、まあ、マイクロアレイであれ RNA セックであり何回かじあのえっと ハイブリッリえな、っ、り、と、乱はしますけど、えっと、そのシリーズ自分で登録したというもの,の、えっと一連の,シリー一連の実験シリーズを1回と見なした時に現状このデータベースには7万ぐらい入っているという意味です。でその次の、えっと、これ、えっとえっとえっと、桁が多くて分かりにくいけど多分220万ぐらいですね。 アッセイってて書いるのはこれ昔はハイブリダイゼーションって書いてたんですけど要するに、まあ、NGS の場合は l n ですけど、まあ、要するにやった実験 LAN とかあのハイブリダイゼーションの数ですねだから200万ぐらい 200, 200万を超えるあの、えーまあ、昔で言えばハイブリダイゼーション今だったら NGS の LAN 全部1回ずつは1回の実験とみなして足したのがこれぐらいの数あると。でえっと、ここの えー、データを全部持ってくると、えー、45テラありますというそれですねで、まあ、あの昔もそのマイクロアレイもそのスキャンした、えー、と元画像から全部アップしてますから、えー、と昔はそれもでかいでかいって言ってたんですけど今の NGS はもっとでかいのであのでもそういうデータも全部あの保存しろってことであの、えー、アップロードされてまして現状この45テラぐらいがあの、えー、とアレイ・エクスプレスのデータとして登録されてると。 そういうのがこれ分かって、だいたい週に1回これ、更新されています、そういうものですね。はい、で、えっと、登録されているデータ全部見たいという場合は、ここのブラウズってクリックしていただければ、あのもちろんざーっと出るんですけど、あのこういうふうに、で一番最初あの、何も言わなかったら、このリリースとって書いてあって、最近あの、リリースされたデータが一番上に来るように、こういうふうにデータがざーっと入ってます。 はいまあ、それで眺めるのでもいいんですけれども、まあ多分自分で見たいキーワードがあって検索していくと思うので、えー、とまあ自分で見たいキーワード何でもいいんですけれども、あのーえー、とない方は私と一緒にこの「キャンサー」っていうのをやってみようかと思います、えー、とこの一番上の窓にですねここにえそれを打ち込みます「キャンサー」「キャンサー」って打ち込むとなんかこんなふうにウィンドウが変わってこんなサブウィンドウが出てきます でこれがえっとですねあ,のあれですね「キャンサー」って打ちましたけど「キャンサー」って打って、えっと、それだけじゃ多分不十分なのでもっと絞り込みませんかというのをかあのコンピューターが提案してきてくれてるわけです。でそれはですねあのこの,の EBI のこのシステムの裏に、えっと「エクスペリメンタルファクターオントロジー」っていう EFO っていうのがそういうオントロジーがあって。 それの中の中語彙、えー、とボキャブラリーです、ね、に照らし合わせてこれなんじゃないかというのをあのその持っている語彙に対応語彙とまあマッチングして来てくれるわけです。例えばキャンサーだといっぱいあるからキャンサーにもいっぱいあるよっていうのでここであのこうほどけるようになってます。これプラスってこれ、えー、実はプラスのつもりなんだけどプラスっていうのがあってここだけここのプラスをクリックするとキャンサーの中にもいろいろあるよっていう何キャンサーだというのがこういっぱい出てきます。 だからよりキャンサーの下の、えー、より詳細な、まあえー、と分類ですね、でどれかって、まあ、キャンサーだけ、まあ、検索する場合もあるけど、当然、あのキャンサーのどういうことか、まあ、あの関連語であるカルチノーマであったりチャイドフードキャンサーであるとか、いいっぱいこうやって出てくるんですね、まあ、そういうものがこういっぱいざーっと出て,出てきてあん、あんたが欲しいのどれですかって,こう聞,いて聞いてくるんですね。 まあそういうような、まあ、あのものになっててであ、これだと思うんだったらそれ、そこのところで、えっとえっと、ええ選べばいいんですけど、この例だとな何をやろうって言ったかな。えっと、ああでこれで、まあ、もちろん自分でああこれだって思うのが出てくればあの嬉しいですけど、な,ない場合はそのまま,あのそのままキャンサーでリターンってやると検索がいきます。こここれ今で 僕さっきやって違うウィンドウに行ってまた戻ってきたらさっきの,あのウィンドウが消えちゃいましたけどそういう場合はですね1個戻っ個デリートしてもう1回 R とかってやると出てきますから大丈夫ですまあでもこの状態でもうあのえっとリターンを押すかここのえっとサーチボタンを押してみてくださいそうするとあのキャンサーでえっとこのアレエクスプレスを検索した結果が出てきますでえっと 全体で7万件ぐらいデータ入ってるって言ったんですけどキャンサーで検索した結果が1万6千件ぐらい出てきましたからかなりの割合キャンサーに関連しているものが入ってるんだなっていうことが分かっていただけると思いますまだ要するにキャンサーだけじゃ絞り込みは不十分ですよって言いたいんですね、はい、でこれが検索結果なんですけど検索結果を見て、えっとえー、分かる通りキャンサーって書いたものはこういうふうに黄色でハイライトされてるし、えー、でもない ななんんかかヒットししててきてますねなんででしょうかこれはですね実はこの今のタイトル業タイトル業にまあヒットしたものは表示されてますけど「キャンサー」ってヒットしてるんだけどそのタイトル業じゃなくてその中の詳細のデータのどっかにヒットしてるからこうやってヒットしてきててタイトルには何もヒットあのそれに関連する言葉がなかったというものですね。で黄色以外でもハイライトされているところがいっぱいありますけどそれは。 がんの、がん、キャンサーといったときの関連語ですね、AML とかも、ルウケミアとかも、あのもちろん、がんの関連語ですから、関連語もハイライトしてくれて、より探しやすくなっていると、目に優しいようなものになっています。まあ、そんな感じであの、非常にこっちはインターフェース、いい感じになってるんですよ、はい。でそれがここの えと3番4番ぐらいの説明でしたいかがでしょうか、まあ、これぐらいは大丈夫かなでキャンサーではひた数が多すぎるので今度はじゃあ,あのオーラルキャンサーって言ってやってみましょうっていうのがこの例になっていますもちろんあの自分で何かやりたいテーマがある人はそれを、えー、とやっていただいて全然結構なんでやってくださいただあのここではあの講習会の例として、えー、とオーラルキャンサーっていうのを入れて、えー、と絞り込んでみますそうすると えっと、二百五十件に減りました。こうなってくると、見ようかなって思うと思います。まあ、そういう。で、オーラルキャンサーってやると。やっぱり、そのオーラルとキャンサーの言葉が、あの。まあ、ハイライトされて、それ以外の関連語も、オレンジで、こう、ハイライトされてみたいなの。になってくると思います。はい。で。 で今のこの検索結果出てきたやつっていうのは基本的には何もやらなかったらこのリリーストって書いてると思いますけどあの最近出た最近こう発表されたあ要するにデータベースに登録されたもの順になってるんですねその証拠にここでなんか不統合が横になったみたいなのがついてるんですなんですけどこのデータベース面白い点があってこれビューズっていうのがありますこれこれですねこれは何かっていうとあのユーザーが見た回数です要するにつまり みんなが見ているものっていうのをあの見れるしまた逆にみんなが見てないものとかにも見れるゃあどうするかって言ったらこのビューズンところをクリックすればいいだけですそうすると皆さんがよく見ているデータが上に一番上に来るとつまりあの今の検索で絞り込んだやつでみんなが見ているすごくみんなが見ているものまあそういうものは大体まあ有名な実験だったりあのまあみんながえっと なんだあといろんな、えっと、実験条件で、えっと、大規模に測ったものってことが多いんですけどこういうふうに出れます。まあ、こういうふうに、あのここのビューズっていうので相当、えっと、することもできますからあのそういうふうな相当方法もなんか覚えていただくといいなと思います。はい、で詳細を見ていくにはあのここに書いてあると「りアクセッション」のリンクをクリックしますとで例えばこれですね。 一番上に来たやつ、なんかこれみんなが見てるけど、まあ、す,ごいすごいサンプル数ありますけどそれのこれの詳細を知りたい場合はこのアクセッションで書いてある e m t a 十6 2って書いてあるところをこうクリックしますもちろんこれ何でもいいですよアクセッション番号何でもいいんですけどこれをクリックしますそうするとみんなでアクセスするとちょっと返ってこないんですけれどもあのまあえっと気長に待ちましょうはいでクリックするとえっと こんなふうに、こんなふな結果が出てきて、今、一番最初にオーラルキャンサーっていうので、えっと、検索しましたけど、その,けあの検索結果がです、ね、ずっとこう、えー、次のクリックしたページにもあの維持されてて、えっと、このオーラルキャンサーとそれの関連語でこうハイライトされます。で まままだまだやってますねちょっとすごいみんなで一気にやったからみんなもさんもちょっと出てないかもしれないんですけどえっとまああの出てくるのはこの画面ですからこれをまあ見ていてくれればいいと思います。でまあ今言ったみたいにいろんなまあ情報が出てるんですけどこのサンプルっていうところにえっとその 5372って書いてあるけどそんだけあのサンプルがいっぱいこれあるエントリー普通はもっとこれ少なくて 10, 10前後のことが多いんですけれども5000件ぐらいサンプルがこう登録されているもので,でどういう、えっと、アレイって書いてあるのはどういうマイクロアレイ使ったかこれの場合はアフィメトリックスのジンチップのヒューマンゲノム HGU133A を使っているっていうのが分かりますし。 えっとまあ、ディスクリプションというところに、えっとまあ、どういう実験をしたかとかいうのも書いていてで実際に論文が出ているとこのサイテーションというところにその論文が出ると、まあ、そんなふうな、まあ、形になっていて、まあ、これを、まあえー、見てですねこのデータを自分の再解析に使えるか否かみたいなのをこう判断していくとそういうふうに、まあえー、なります。はいでえっとまあ、それが 今のデータの詳細なんですけどあこれはそうですね出てきたやつですねこういうふうに。で今のはスクリーンショットで上の方しか出てなかったからあれだあのこっちですねえっとそのサイテーションのところまでしか説明できなかったんですけどそのサイテーションの下にですねいろいろまだあって書いてあるのがその、えっと、やったデータに付随してえっと アップされている情報とかで,す、ね、でこのよく使うのがこの、えー、と生データローデータっていうのがこう,こういうふうに、えーえー、121件あるって書いてますけど、えー、ここのリンクからその実際のこの実験のローデータが取れますしで、まあ、これの場合は発言アレイを使ってますからその遺伝子発現アフィメトリックスの U133A ですかそうですね発言アレイを使って、えー、と実際にもう定量した結果プロセストデータあの 発言値をあの遺伝子ごとにした結果というのもこの,このエントリーではあのアップロードされててそれここからあのクリックすればあの圧縮している ZIP 形式のファイルで取れると。であのこの辺なんですけどあのあの必ずこの、えっと、プロセスドデータがありますかみたいな質問をよくされるんですけどそれはあのそのデータを登録した人のしだいで、えっと、登録されたりされてなかったりします。 で,ですがあのデータベースの人間からする、えっと、管理している人間からするとできる限りえっり、と、登録しておいていただけるとありがたいというふうに思ってますあの,ぜひあのできるかぎりあの自分の、えっと、論文で使ったデータとかにはあのアップロードしていただければというふうに思いますでじゃあこれ戻るとですねでその実際にじゃあプロセスデータローデータがあ,のあるかないかっていうのはもう実はこの,あのこのテーブルのレベルですねあの実は分かってて あるものはここにないのはこういうふうにあの「マイナスってこうないよってててないいいよううふうに書いてますプロセスト」と「ロー」ってやつですねこのカラムを見て頂い,いて何かクリップマークとかあの下,への下への矢印はまあダウンロードできるっていう意味だ,だと思いますし、まあ、クリップはここについてるよっていう意味でどっちにしてもある,あるようですね、まあ、そういうふうなまああのもので、まあ、見てると、まあ、あったりなかったりいろいろですけれどもいろいろ使えると。 あ,のあるものもないものもあるよとそういうのがまあ現実ですはいそれでうんと、うん、でまあこのこの一覧にはですねもっと他にもいろいろこれ、えっと、集約されて書かれててでそこをもうちょっと説明すると、まあ、タイトル業は人間が読むためのこうどういう実験したかという自然言語で書かれてて、まあ、その後のタイプっていうのはどういう実験だったかっていうものです。で この例の一番上の、えっと、トランスクリプション・プロファイリング・バイ・アレイというのはこれはマイクロアレイであの発言定量したよという、えー、ものになります。で、まあ、どういう生物か、まあ、生物はもうオーガニズムはまあ皆さん見ての通りです、えっと。いろんなものがある。で、えっと、じゃあ NGS で r n a セックをやったものはどれかっていうとこの r n a セックオブコーディング r n a というのがいわゆる r n a セックです。 でなんでこういうふうに回りくどい書き方してるかというと、えっと、それ以外のものもいっぱいあるからなんですね。それはですね、えっと、どういうじゃあデータがあるのかというのの実例を今見せるとサブミットを見て、えー、このえー、っとどうやったかなハウト s サブミットかな。 これですねフルリストオブエクスペリメントタイプインアレエクスプレスって書いてあるところのリンクをたどるとどういう実験がいっぱい入っているかというのがここに出ててその実例とともに出てます。でもういろんな実験種類が実は入っててだからこそオミックスというふうに名前変えちゃったんですけど、えー、と例えばこのチップチップバイアレというのが昔から言っているところのチップオンチップですねチップセックはチップセックですね。 まあ、そういうふうにあのなんとかセックっていっていっぱい一時期流行りましたけどあとハイシーとかですね、まあ、そういうもののデータっていうのは、えっと、こんなふうに、えっと、すでに、えっと、データベースでこうそ,のその実験に対して ID が振られて、えっと、入ってるよっていうふうに、えっと、なってます例えばこれハイシーとかでこれをクリックするとハイシーのデータだけ取れたりすると嬉しいんだけどそうなってるのかななってないねまだ。 そのうちになると思いますが、今は今のとかそういうふうにはまだなってないようです、残念ながら。ですけれども、まあ、こういう感じで、えー、いろいろあって、僕も最近知って驚いたのは、えっと、あれですね、プロテオーム関係もです、ね、一部入っているようです。えー、っと、どこだったかな、これですね、えー、っとプロテオミックプロファイリングバイマススペック プロメータータとかいうのも入ってるんですけど基本的にはでも、えー、とそれぞれの実験ごとに、えー、とデータをたくさん収めないといけないというんだったらデータベースが作られてると思うんでそちらの方が多分強いと思うんですけれどもこの、えーとえー、ア l e x クスプレスなんかにもそういうデータが収められてるケースがあ,のあるようですが、えー、と現状そういうところをちょっとすぐあの出してお見せするっていう風なまでにちょっとこの、えー、とアーカイブはあの まだそう,、えー、とうまくできてないできてないのはインターフェースができてないのは現状ですはい、えーとまあ、この辺は全部さっき話しましたねアイコンが下向きとか解析済みであることとかはいで、えー、とたまに見てるとあのあすいません戻りますけど戻って戻ってたまにこういうのを見てるとあのうんー この一番右のところですね、アトラスっていうのがあるんですけど、これは EBI でやっている、また別のデータベースで、えーと、エクスプレッションアトラスというものがあります。それは、えっとえっと、EBI、エクスプレッションアトラスとかで、多分ググってもらうと出てくるんですけど、あのこれはですね、アレックスプレスのデータっていうのは、登録者が言ったら、どん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 、ガンガン入っていくタイプのもので、 あのなんですけれどもあのそれをですね整理してあの、まあ、リファレンスというかよりさあの定量したデータを、まああのえー、と整理し直そうということを EBI の方でやっててそれがこの ExpressionAtlas ですね GeneExpressionAcrossSpeciesBiologicalConditions という感じで整理し直すデータっ、えー、とデータを整理し直してます。 のここののククリップのマークですだからこの RNSECOV675、えっとえー、コ,コモンリー・ユースト・ヒューマン・キャンサー・セル・ラインズっていうのはこのアトラスに入っててこうクリックするとそのエクスプレッション・アトラスでこのデータをと見ることができるとだからもうちょっとあの、まあ、見やすいデータがですねここには入ってて、えー、例えばあのこのエクスプレッション・アトラスに入っているものに関してはここでいきなり遺伝子でこう検索したりとか。 いうことができます先ほどのやつはもちろん、えっと、遺伝子1個ずつに対してど,どういうふうになってたかとかいうのは、えっと、できなくてごっそり自分で持ってきてそれで、えっとまあ、自分のどこの解析環境とかでこう、えっと、検索する必要が本当はあるんで,るんですけれどもここに関してはこういうふうなウェブのインターフェースがすでに EBI で用意してて、えっと、自分の興味ある遺伝子で、えっと、検索するとかそういうことが、えっと、可能になってます。まあ、これももちょっともう、えっと みんなでアクセスしているのでかなんかちょっと遅いので、えー、と今はちょっと紹介だけしますけどあのこんな風な、えー、とヒートマップのものが出てきます。縦が縦軸があの遺伝子ですね。で横がいろんなコンディションえっ、ー、とサ,サンプルですね。サンプルであの、えー、と発言があったものに関してこんな風に、えー、とヒートマップ表示されるという,ような感じになってますのでえっ、ー、とぜひ見てください。で今言ったようなのはずっと使ってたのはえっ、ー、とまあ 僕今あの説明するのにあのい,い,いい例でやっただけなんであの実際に皆さん自分で研究されてると思いますんで自分のまあテーマなんかでやってみたらあ思わぬこんなのデータが出てきたみたいなのがあの得られると思いますのでぜひそれで、えっと、公共データを探してみて自分にとって有用なデータを探してきていただければと思います。 広田さんと一緒にやっててですねそういうので広田さんは見つけてきて、えー、と再解析してる、えー、一緒に論文書きましたのであのそういうふうにあのどんどんできると思いますのでぜひ、えー、ご利用ください。はいまあ、それがあのえっとアレエクスプレスのざ,ざっとした説明なんですけれどもざっくりしすぎですけどまあでもこんな感じです。でえー、とえっっとと まあ、アレエクスプレスなんかを、えー、とがあのデータ数が増える前はこの NCBI の,あの g e o g ジ n ク x プレッションオムニバス i っての割と一押しでずっと、えっと、我々の,こ,のこれですね統合テレビですね統合テレビでも紹介してきててもちろんこれも2017年今年ですけどあのここからマイクロアレデータを、まあ、検索してくる方法とかの,あの統合テレビまだ作ってますけれどもこの GEO っていうのものがあの一番あの 使われてますし今でも NCBI にありますからやっぱりここにデータを登録するっていうのがマイクロアレのデータとかだったらあの一番普通です。でえー、っとなので、うんとまあ、これもまあもちろん使われてますしただこのこのゲオのデータは先ほどの、えー、っとこの先ほどのこのアレエクスプレスではですね ここのこれですね e g o d の7307みたいなこういう ID で GEOD ってついているものこれが全部 NCBI の GEO から移植してきたものでこういうふうにもう EBI の方に入っちゃってます。なんだけれども NCBI の方でももちろんデータとして持っててそれがこちらの GEO の方から取れるようになってます。 でゲオの場合は、えっと、エントリーの ID に、えっと、決まりがあって、えっと、プラットフォームだから要するにどんなマイクロアレだったかというのは GPL なんとかなんとかって番号つきますしみたいなのがいろいろあって一番しといてほしいのは、えっと、この GSE シリーズのデータあああ ID っていうのが GSE から始まるあの番号がついてるんですけど GSE から始まる番号の,後の、えっとの5桁ぐらいの数字があの この、e、つまりえー、っとこれは ID はですねこのこの ID のデータは GEO では GSE の7307になってるんです。でその証拠に、えー、っとここで見ていただくとえー、っと エントリーを詳細を見たときに一番下に GEO へのリンクってちゃんとついてて GEO では GSE の7307ですよって書いてるしでここで見つけたら今まで通りり、まあ、GEO よく使われている方は GEO の方がいいと思いますのでクリックすると,と GEO の、えっと、その該当エントリーの方に、えっと、飛んでですねそのエントリーが、えっと、GEO のインターフェースでこう見れるというふうになってます。はいまあ、そういうい、まあ えー、形になってます。はい。だんだん時間もなくなって2時になっちゃいました。そういうあのものになってます。ここまででなんか質問とかありますか。まああのぼちぼちやっていきましょう。で、まあこれでちょうど半分ぐらいなんですけど、えっともうちょっと進むと、えっとまあ今今までのものっていうのはまああの。 実際にデータをアーカイブしているアレ・エクスプレスとゲオっていうものを見てたんですけれども、えっと、実はあの我々の DBCLS ではゲオ、まあ、がメインになってた時代からなんですけど遺伝子発現の目次を作ろうとなんで目次って言ってるかというと、えっと、だいぶ最近はあのウェブのインターフェースがゲオも、えっと、アレ・エクスプレスもよくなってきたんですけど、まあ、さっきも不備があるって言いましたけど。 えっと、なかなかこう,こういうふうなデータが出たらここをクリックしたらこういうデータが出たらいいのになっていうようなことがあの実現されてなかったんで自分たちでじゃあそういうふうにあのアクセスしやすいものを作ってですね、えー、作ろうというわけでこういう、えー、と遺,伝遺伝子発現のデータ目次っていうのをずっと作ってて昔はこれをゲオ目次と言ってました。なんですけれども先ほど言ったようにゲオじゃなくてアレエクスプレスを見た方が、えー、と全体が分かるということで。 えー、アレ・エクスプレス目次を、えー、とこの、えー、3もうちょっとかな何年ぐらいかな三年ぐらい、えー、4年ぐらいかな作ってますでそれがあのこのアレ・エクスプレス目次なんですけどアレ・エクスプレス目次じゃあの名前も長くて、えー、と分かりにくいっていうのでオール・オブ・ジン・エクスプレッションの,あの頭文字を取っていと呼びましょうってことになってますアオイであの私今日あの、えー、と三島あの静岡県の三島から来ててですね 静岡というと徳川家ということで葵の御門だろうっていうのもかけて葵と呼んでますでこの葵,葵はですね、まあ、女の子の名前みたいなんで葵ちゃんとか呼んじゃいますけれどもこの年ごととか生物種ごとのヒストグラム表示なんかができますあこれも下にこれ見えてますけどこ,これですねこういうのができますじゃあ、えっと、みんなでこれクリックしてみましょうかこれもえっとあそうやるとだめなんですねだめなこと僕やりましたえっとこれでえっと右クリックして 新しい、えー、タブで開くですね、はい。古いのは消してって、みんなでやると多分あのであ、僕出遅れましたね、みんなでクリックしたからちょっと今出ないんですけど、まあまあ、ちょっとし,しばらくちょっと待ってくれたら出ます、こういうふうなのは。で、えっと、まあ、でこれは目次なので、えっと、その、 データベース中に登録されているものがどんなレコードが入っているかというのが一目で分かるというのを目的に作っているのであれエクスプレスとはだいぶ見てくれが違いますあれ全然帰ってこなくなっちゃったなここはでも落としても大丈夫です管理者僕なんであの後で何とかしておきますんで本当にダメだなまあまあみんなで攻撃したということで後で言っときますでえっとで 本質はです、ね、これも横が時系列でだんだんこっちに行くほど未来になっててどれぐらいのエントリーがあったかっていうのこれは累積グラフじゃなくてそののの年ごとのヒストグラムでで表示しているものですで累積グラフはこちらの方に出てます。まあ、累積グラフはあんまり見ても嬉しくないので年ごとのヒストグラムが嬉しいしその中の中のエントリーの生物種ごとの分類。 どういう生物種由来のデータが多かったかというのを見たいからこういうふうにパイチャートになったりしてます。で、まあ、見ての通り2001年ぐらいからだんだん登録されてきて最近割と多くて最近ちょっと減ってますけど、まあ、あの年1万件弱ぐらい登録されていると。でこの実はデータ目次っていうのはあの先ほど言ってたアレイ・エクスプレスのデータを基準にして集めてますんで。 あのー、あれエクスプレス7万件ぐらいだって言いましたけどそれと全く一緒になってますあれ全然全然アクセスできなくなりましたあれ遺伝犬これアクセス今できないんでしたっけそんなことはない DDBG は大丈夫あれ大丈夫ですね青い落ちてますか 動いてるまあいいやあのとにかくまあそういうのでこれ出ててでこれも生物種ごとにこれ、えっと、分かりやすいようにこういうふうに、えっと、リストになってて今これトップ10の生物種が出てるんですけどここでショ「ショーモア」ってやると30位まで、えっと、今出るようになってます。でまあアイコンはさっき言った生物あのうちの統合テレビからアクセスできる統合ピクチャーギャラリーの,あの、えっと、絵を使って、まあ、歌詞的にも分かりやすくな,ってなるようになってて。で ここからじゃあどうするのかというと、えっと検索窓で絞り込んだり、あとこの年齢、年とかと生物種で絞り込んで、最終的にはこのボタンで、あの自分の必要なものに絞り込んだらそのリストを得て、そのリストから自分の必要なデータがどれだったかっていうのを、えっと、えー、見に行くみたいなそういうような使い方をえっとするようになってます。やっぱりダメですね。ちょっと後で見ます。なんかみんなでやってちょっと今一時的にちょっと混乱してるかもしれません。 でまあ、いろいろなやり方あるんですけど例えばこういうふうにあのあの8番の、えっと、一番多かったもののデータ集の多い8番の E コーライをクリックすると E コーライのデータだけになってどう変わったかというとこれ本当見せたかったんですけどこういうふうに全体のデータだったのが E コーライのデータだけになってこんなふうに分布、まあ、としては似てますけどちょっと違うのが分かると思います。E、ーイーコララののデータだけのこう、えー、ヒストグラムに変わってくれたりししますし、えーっと うんあのなったりしますあ。それ以外にですね、さっきあのえー、っとこれちょっと出てないんですけれども、この実はトップのが画面の下にはですね、えっと今これ生物種だけのこの分類で出てたんですけど、えっと実験手法どういう実験手法でやったかというののあの文法をえっと可視化されています。やっぱりダメ。ダメですね。 死んだなえっ、ー、とじゃあえっ、ー、とでどういうものが出てるかというとこれちょっともうぼ絞り込んでしまった結果だけ見せて申し訳ないんですけど、えー、と簡単に言うとマイクロアレイと,、えー、と NGS で遺伝子発現をあの測ったデータに大きく2つ分かれててでその中でも、まあ、マイクロアレイの場合はメトリックスかアジレントかそれ以外かっていうふうな分け方をしててこれですね。 えー、NGS の場合はイルミナかそれ以外かという,ふうな分け方をしていて、えー、とそういうものによるデータの蓄積の,あの分布が見れます。例えばこれデータをクリックポチポチ,ポチして、えー、NGS のデータだけにを表示してみたんですけれども NGS のデータだけだと,あ、まあえー、と2008年ぐらいから登録が始まって、えーとまあ、年々 まあだいぶ2013年ぐらいからだいぶのかたくさん登録されるようになってるけれどもまあ見ての通り8割型イルミナになってて生物種もすごく偏っててヒトかマウスかぐらいが一番が多くて他はもうあんまりないということがこんなのですぐ分かるみたいなそういうふうになってます。 まあ、あのちょっと今落ちちゃってるんで、えっと、あれですけれども、まあ、で僕がよく使ってるのはこういうふうな検索がですねこれできてえ絞り込みに検索もできてここの、えっと、ここですね上のところで、えっと、低酸素みたいなハイポキシアみたいなのを入れて、えっと、検索するとそのハイポキシアって関係したデータだけが絞り込めてこれですね、えっと、できるので、えっと、これちょっとみんなでできなくて申し訳ないんですけれどもあのそういう。 酸素ハイポキシアというのはキーワードに持つ、えー、とデータだけでえデータを、えー、と抽出して、えー、とそれのデ,あのデータの詳細をこう、えー、と見ていくというのにすごくあのべ便利に使えるというふうに、まあ、あのなっている、まあ、目次になっていますすいませんちょっと目次のサービスもみんなでや,や,やって落ちちゃったんでちょっと後であとでもうちょっとしたら復活させておきますからあのその時にやってくださいすいませんじゃあ,あの <laughs> 次に行きます。でちょっと最終的なところまでたどり着けないでや,やばくなってきたんで、えっと、やります。で、えーっとまあ、それがあ遺伝子の目次で,で個々の遺伝子皆,皆さんもちろん持ってると思うんだけどそれよりのプロファイルをいろんな外の、えー、パブリックのデータでどうなってたかというのを調べようというのがこの RefX というものです。いうので、 NCBA でやってる RefSec をまあ目指してあの発言データのリファレンスを作ろうっていうので、えっと、我々がえっとやってるもので、えっと、その公共データからあのいろんなタイプの遺伝子発現のデータ EST によるものあとアフィメドリックスの人種チップによるものあと理研でやってるケージでこれも理研でやったものですけどあやったものもあるしそうじゃないのもある,あるんですけど RNSec の4つの異なる実験手法で、えっと、遺伝子発現を定量した結果 がまあ、いろんなもの、えー、がある,あるんですけど基本的には正常の組織40組織ぐらいで、えっと、測ったデータっていうのをあの集めてきてその比較して見れるように、えっと、してきたんですけど最近は、えっと、理科学研究所の方との共同研究で、えっと、理研で「ファントム5」っていうので出した、えっと、人の556種マウスだと286種の正常細胞初代培養細胞細胞株 におけるデータ、まあ、刑事で測ったね、刑事手法で測ったデータですけど、その遺伝子発現手法による発現データが見れるというので、えっと、えー、やっててですね。まあ、あの、今日も、えっと、その原田さんのとこから、あの、小林さん参加していただいてますけれども、そちらの方でもレフェクスアナリシストので、すでに、あの、このデータを使った解析っていうのは、えっと、再利用していただいてます。で、そういうふうなものが、まあ、え、でき、何ができるかというと、ここに書いてある通り、正常組織における。 遺伝子発現データを調べるとか、まあ、測定手法による違いを見るとかあとこれが結構売りなんですけど、えー、と組織特異的に発現している遺伝子っていうのが、えー、と僕らの,この中で計算してあの置いてあるのでそれを使ってあの組織特異的発現遺伝子の発現パターンを見るとかあとはまあ、えーまあ、遺伝子発現パターンからあの今まで、えー、とよく名前の付いてない知られてない遺伝子に関して これは何だろうかとかいうのは考察するみたいなのができるというふうになっていますじゃあすいませんあの実習3の方をやろうと思いますでまあ多分レフェックスはもうちょっと大丈夫だと思うんでみんなであのやっても大丈夫だと思いますんで、えっと、やってみましょうあしまったこれでさっきやると、えっと、ダメだったんでね、まあ、でもいいや,や,やってみましょうレフェックスはもうちょっと強いと思いますはいでじゃあこの通りにや,やろうと思いますえー、っと でレフェックスのサイトでこう見るとこんなふうになっていて、えー、と組織のアイコンがすごい、えー、と光ると思うんですけどこれで好きな組織をクリックして、えー、とその組織,発あ組織特異的に発現している遺伝子のが、えー、とワンクリックでできます例えばこの肝臓,肝臓をクリックするとあここにマウスインするとこのリストが出ますこ,ういう風にあのここの、えーとま、血管系とかこうの脳関係とか。 出るんですけど、まあ、肝臓は肝臓しかないのでこの肝臓ってやって、えー、クリックすると、えー、肝臓で、えー、発言が高い遺伝子が、えー、470ぐらい出てきます。今発言高いって言いましたけどそれは不適切で発言が高いんじゃなくて肝臓で特異的に発言が高い遺伝子っていうのがあの取,るように取れるようになってますただ。そうするとこういうふうにあのどっかで見たことあるような遺伝子がざーっと出,出ますしもちろん見ての通り えー、4種類の測定手法で測ってますけど、えー、肝臓では発現が高いんですね。で今さっきから40種類40種類って言ってるのになんでこれ10個しかないんですかっていうんですけれどもそれはあのー、その40種類を、えーっとまあ、大体そのグループに分けて10種類に分かれてるからです脳血、えー、結合組織っていうふうにあの10種類に分けてさらにその。えー 中にいろいろあって40種類っていうふうになってるんで、まあ、基本的なビューはこの40種類で見れますでさらに40種類じゃあ詳しく見たいときはこの1個の、えー、例えばフィノー脳源アルファチェーンっていうのを1個の詳しいのを詳細をクリックするとその詳しいものが出てきてその40種類の発現パターンがこんなふうにヒストグラムで見れるようになるとそういうふうにな,なるのがこの、えー、とレフェックスですはいでレフェックスやあ肝臓特異的やります で,で検索結果が表示されます。まあそうですね。で相当とかできます。まあそれはあの先ほど来やってるやつで。ちょっと時間がなくなってきたので、あんまりそこはあの、えー。割愛します。すいません。で、まあここに書いてある通りなんですけどね。で、でここに見ての通り、あの。このようにですね。えっと。発言。 パターンに合わせてそ,のそれぞれの臓器の発現度合いがこういうヒートマップで,、えーえー、とでしかもその組織ごとの,あのボディーパーツっていう、まあ、DBCS で作っているものですけどその,そのボディーパーツというデータを使ってそれぞれのパーツごとに色をこうヒートマップで表現して、まあ、3D になるようにしてるとで。なんでこれ二次元なのに 3D なんですかってこうよく言われるんですけどえ本、ー、当実際 3D でこれちょっと胴体の部分だけ今。 出そうとクリックしたんですけど、まあ、あ 3D なんでこう,あのこうぐるぐる、ま、回したりとかできるっていうそういうことなんですね。であんまり意味ないかもしれませんけどこういうあのアニメーション表示でのでぐるーっと回るようなものもあの表示したりできます。あれこんな感じで かまあ、今は肝臓で発現高い遺伝子を見てますから肝臓のところだけは赤くなるとは思うんですけれども、まあ、そういうような感じの,あのビューもここで得られるとそういうのが一応ここの、うん、と5のところに書いてあるものです、うん、でまあここに書いてある、えっと、この40種類の組織ではここにマウスで入れるとこのえー 値がどれぐらいだったかというのがこうマウスオーバーで得られますとかそういうものがまああのここに書いてあってまあそんな風にできますでそれ以外にですねえっと最近足した機能としてちょっとそっちには書いてないと思うんですけれどもこの詳細情報の中にまあいろいろあるんですけど最近ここに gtx っていうのを使いました gtx っていうのはこれあの人のえっとトランスクリプトのデータをあの個人各人個人で測ったデータというのが 世界的にこれ今コレクションしててこれが熱いんですけれどもそれがですねこの g t x i d って書いてあるこの ANSG って書いてあるのをクリックするとあの g t x ですね g t x のサイトに飛んでえっと見れるんですね。これもこれはまああれ明日下に出ればこうやって。 で今これ肝臓特異的遺伝子見たから当然肝臓特異的に出てるんですけどまあ他のであの GTX のデータでもあの他の組織では全く発現してなくて肝臓だけ発現してるっていうこの遺伝子がまあ確認できてまあ何何人かのインディあの個人を測ってますからこうエラーバーがまあ発現に差があるっていうのがまあわかるわけですねまあこういうあのものがあの見れたりしますすみませんこれに関してはえっとここにまだ 反映されてません <laughs>、まあこの辺ちょっといろいろ書いてるんですけどあの、えー、とでこのじゃあデータが欲しいよっていう場合はあのダウンロードっていうボタンからあのダウンロードできますよっていうこれ,これじゃないなちか GTX から戻れなくなっちゃったこれかえ ダウンロード。がどっか行っっちゃたなダウンロードあこうかすいませんちょっといろいろこですね今の,あのこのこれってマウスインしたデータだけじゃ不便だっていう方はこ,このダウンロードってクリックしていただければ、えっと、テキストであの出てですねでそのテキストで保存したデータはクリックすると。 こんなようにこういうふうにあのあれまあこんなふうにあのそれぞれの値がですねえっとタブ区切りのテキストで得られるようになってますんでぜひ使ってくださいこれも。で えっとちょっとレフェックスに関してはいろいろありすぎてちょっと時間がないので <laughs> 飛ばしますけれどもまあいろいろ並べてみたりとかできるんですけどひと先言っておくとこの今えっと40種類の組織だけ見えたんですけど理研のファントムネスじゃあ,あのたくさんある方はど,どうしたらいいんかっていうんですけれどもこの各遺伝子のビューになった時にここのタブですね細胞株初代培養ファントム5ケージって書いてるここのタブをクリックしていけ してていただければこんななにに出るようになってますちょっとこれまだインターフェースがまだ未完不完全なんですけれども、えっと、こういうふうに出してですねここの、えっと、四角をこれドラッグすると、えっと、こういうふうに動きます動いてじゃあこの一番高いの何だったかなっていうのに合わせてこれをマウスインするとこれがヘパトサイトだったとかこれがえこんなふうな組織だとかっていうのがいろいろ分かるようになってます。 まあちょっとこれも今改良中でもうちょっとしたらいい,い,いインターフェースに変わる予定なんですけど現状ではこういうふうに一応ファントン5のデータは見れるようになってます。はい、でまあ,あの個々の遺伝子にたどり着いたそれのについている、えっと、ジンオントロジーが何だったかとかいうのもも,もちろん分かるっていうのはこの9番で、えー、っとこれまあ10番以降はそのファントン5ケー式のものの説明ですねになったりして。 でさっきは1個ずつの遺伝子の話をしたんですけどそれをまあえっとリストっていうのを作ってそのリストごとに、えっと、3つまでの遺伝子を横に並べてこうやって、えっと、並べて見ることができるというような機能がありますよっていう話ですちょっとすいません先を急がしてくださいで、まあ、こんなふうに対して、えっと、できるようになってますそれがあのこのレフェックスのもので、まあ、レフェックスに関してはあのどっかに書いてたと思うんですけどその 統合テレレビにレフェックスでで検索すすれればこれですね使い方が載ってますからそっちで見てちょっと今日不完全だったんですけど見て頂ければと思いますちょっと先に紹介したいのがあるんで今急ぎましたそれがですねこのチップアトラスというものなんですけれども先ほど来チップ,チップ,チップセックもパブリックデータに入ってて 再利用できますよって言ったんですけど、そのチップセックのデータを再利用するあのサービスとして、えっと、DBC レスト,アート、あと九州大学の方でえっで、と、共同で作っているのはこのチップアトラスで、これもあのクリックだけであのいろんなものが得られるんで、これを見せたかったらちょっと急いでます。で、これもですね4つぐらいサービスあるんですけれども、えっと、まず、じゃあ、このピークブラウザーっていうのを使うのには、ちょっとその、えっと、 IGV というインテグレーテッドあのゲノムビューワーというのを先にこう起動して,しておかないとだめなんですけれども、この IGV というのをこう起動して置いといたらですね、あのこうやってほっといたらとりあえず置い、置いといて、このピークブラウザーというのをうクリックして、えー、見ると,、えーっとまあ、いろんなあのものを選べとか言われますけど、まあ、とりあえず全部でもいいんですが、全部で、全部のセルタイプで、 えーまあ、このままででいいですこれでビューオン IGV ってやるとそのチップ公共データベースに載っているチップセックのデータを全部あの定量してやった結果がとこんなふうに今人を見てますから人のので出るんですけど、えっと、ホモ・サピエンスのやつであのやった結果っていうのはこんなふうに出ます。でこれ全部だったんでちょっとやあのや,やこしいんで、まあ、例えば遺伝子知っている遺伝子の近くを,を見るとですね例えば皮膚 f 皮膚 h ア,アルファとか。 見ると不安アルファを行動している領域にまずジャンプしてその近くでどんなものがあの遺伝子があのチップセックの,のピークがあったかっていうのがこの IGV でこう、えー、と確認できるんですけどちょっとオールにしたからデータは多かったかなちょ,っとあのちょっとかかるかもしれませんあの出てくるんですね。 あのこれはあの要するにあのゲノムブラウザーであの普通に UCSC とかアンサンブルとかっていうゲノムブラウザー見てると思うんですけどそれを自分のところで自分の手元でやるこれ出てきましたけど実はあの皮膚アンの周りにはいっぱいこうピークがあってですねえこれアンアルファの遺伝子だけにしたにもかかわらず全然これあのえと拡大えと <laughs> いっぱいありすぎてちょっと見るの大変なんですけどこれももっと拡大していってよいしょ。 例えばこのエクソン一番一番最初のエクソンの周りこの辺に、えっと、ちょっと多すぎてわからないですけどこの。 マウスにしたときにそのピークこれ1個ずつは実はピークなんですけれどもそのピークがあのな何の細胞によるものかとかどの,あの実験データあの公共データから得られたものかとかいうのが全部出るんですねで今これ全部選んじゃったからなんだけどもうちょっとそのえと細胞のタイプを選ぶとかあのっていうこうちょ絞り込みをもうちょっとしないとこれ実際には使い物にならないんですけれどもあのそういう ようなものをしてですね見るとこの、まあ、アルネポリメラーゼ2の MCF7 でやった時のアルネポリメラーゼ2のあのがくっ,つく,くっついたと思われるところくっついたところ判定されるサイドとかいうのがこんなふうに出てきますで。これもちょっと IGV で見るのは辛いっていうことがあると思うんで逆にですね、えー、と戻って頂い,いてこのターゲットジーンですね。 であ,のある特定の転写因子がこうターゲットとする、まあ、下流の遺伝子と思われるようなものをこう、えっと、公共データから計算した結果を見るというのができて例えば、まあ、皮膚 f ル1 α も転写因子ですからこれワンアル1 α とかって入れてそれの、えっと、TSS ってあのトランスクリプションスタートサイド転写開始点転写開始点の付近1キロですね1000、まあ、ベ,ベース近くらへんの えーとターゲット人を探すっていうふうにすると、まあ、こんなふうに出てきて、まあ、ヒフアルファのターゲット遺伝子らしきものが、まあ、これ、えっと、縦がその,その遺伝子の、えっと、キャンディーとですけど横がその、えっと、実際に公共のデータ公共データにあったチップセックの,この、えっと、データのデータなんですけどそれがまあ,あのこれがあのその公共のデータの ID で。で マクロファージだったとかいろいろセルタイプとかが出てますけどその実験で、えー、とこの実験がどうだったかと、ね、グレーの場合はあのそのチップテックの,あチップのピークはなかったんですけどこの色があの赤くなればなるほどだと思うんですけれどもあのそこにあの強いシグナルがあったというようなことがこんなふうに、えー、と表示されるというふうな、まあ、こういうある転写因子の下流に ある、えー、と遺伝子を予測するみたいなツールもこんな風にクリックするだけでえ得られるようになってます。まあ Igv に関してはちょっと Igv 入れないとできませんけど、まあこんな感じでえっとこのチップアトラスというのもえっと参考にされるといいなというので、一応応用課題でしたけどえっと入れてあります。まあ今回これは紹介だけしようと思って入れたんでえっと入れてありました。はい。ですいませんあのやっとこれで最後のパートナーでも時間もないんですけれどもあの。 こここからが多分一番皆さん、えっと、このオミックスのデータの真髄だと思うんですけれども、まあ、数十から数千、まあ、たくさん遺伝子でできたえ興味がある遺伝子があるときにど,どうしますかというそれらの、えー、遺伝子のグループの、えっと、生物学的な解釈っていうのをどういうふうにしているかというあのものでして、えっと、いろんなやり方が、まあ、もちろんいろんなツールがこれに関しては、えっと、開発されててあのまあ 遺伝子がですね、その自分が持っているリストのにある遺伝子に何がどんな機能のものがあの濃縮しているかというのでエンリッチメント解析っていうのを、まあ、よく聞くし論文とかでも見ると思うんですけどあ、えっと、それに関して、まああえっと、やるツールがあーですでこのメタスケープっていうのを今回、えっと、推奨してるんですけどこのメタスケープっていうのは割とえっと 最近のツールで、えっと、ID とかも、まあ、結構いろんなものを受け入れてくれて便利なんであと出てくる結果の図もきれいからこれを僕はあの一押しでやってるんですけど、まあ、とにかく遺伝子の ID のリストをパッと貼り付けるとそれで何が起きるかみたいなのが見えると。でまあこれもさっきあの山西さんがやってたのとすごい似てるんですけど、えっと、そのリストを得てそのリスト に何が濃縮しているかっていうのをこう探すというのがこのメタスケープでできると簡単に。で遺伝子のリストなんですけど、えっと、ここにありますけどこの AFI10 ってやつですねこれをみんなで、えっと、ちょっと一回ダウンロードして、えっと、得ましょう。これもえっとですねえっと右クリックして、まあ、新しいタブで開いてください。そうするとこういうふうに ID がザーッと出てきます。でそれを これも、えっとまあ、とりあえずあの名前を付けて保存っていうのでこの AFI10 っていうのでえ名前で、えっと、どっかに保存しておいてくださいそしてそしてこのメタスケープっていうのを何か使っていこうと思いますこのメタスケープに関してもちょっと今皆さんとできなかったら後でこの、えっと、統合テレビ見ていただければ全部やり方書いてありますんでえっと 一緒でここからはちょっとメタスケープ一緒にやろうと思います。でメタスケープに、えー、アクセスします、これも。<laughs> そうするとあのこんな感じのサイトがもうだめですかいや大丈夫でしょう。で、こんなふうにできますで。メタスケープは結構あの下の方に書いてあることは結構すごいこと書いてあるんですけど、まあ、それは後で読んどいてください。でこれも簡単で えー、もう本当ステップ1ステップ2ステップ3やるだけですで,でそれがあのテキストの方には上長に書いてあるんですけどこれも簡単でまずファイルを選んでくださいでさっき保存したファイルをこう選んでですね開くってやりますそうするとアップロードが始まってであん,あんたのやつを最初のカラあローは「カラムですね」 カラムヘッダーですねっていいう,うに聞いてきますでで今何の ID に関して何にも言わないでやったんですけど自動判定でアフィメトリックスの ID ですねっていうふうに自動で判定してくれましたこれがいいんですねこの,この人で,でこういう ID をアップする時のお決まりなんです,となんですけど ID は混ぜないでください混ぜるのは危険です何かの ID だったら1つの同じ種類の ID をアップロードするようにしてください I. D. が混ざってると、こういうことが、えっと、できないっていうか、まあ、あの、正しくできないので。遺伝子名だったら、遺伝子名、ね、こういうふうにアフィメトリックスのプローブ I. D. だったら、プローブ I. D.。っていうふうに、えっと。揃えてくださいね。で、まあ、そういうふうに、えっと、アップすると。じゃ、次、何しますかってことですけど、えっと、まあ、二番オプショナルなんですけど。えっと、まあ、生物種を指定するってことなんですけど、まあ、あの、何もやらなくても、あの、今回の例の場合、大丈夫です。でやることは、このエクスプレスアナリスって、ボタンを押すだけです。 そうすすると、えっとえっと、解析が始まりまりこれちょっと時間かかるのであのちょっとでも,、まあ、もう1分ぐらいで終わりますけどこういうふうにステータスバーが出て、えー、終わりますみんなでやるとちょっと時間かかるかもしれないまあでも、えっとまあ、テキストで説明しようかな、えー、これですねまあ 今はこのアップロードする方法をやったんですけど、あのこれコピペでもいいです。この中に ID をコピペでもいいです。でそうすると、うん、と今やってますけど、えーと、そうするとですね、最終的に終わると100%になると、このアナリス・リス・レポートページっていうリンクが、えー、と出てきます。出てこないかな、まあ、出てこないかもしれないんで、出てこなかったときを想定して言っておくと、えっ、ー、と、 出てきます、はい、出てくるとクリックすると、えっと、エンリッチメント解析の結果があの出てくるんですけど出てこないかなまあちょっとみんなでやるとダメかもしれないで出てきて、えっと、でそうするとですね最終的にこのエンリッチメント解析の結果っていうのはこんな風に。 出てきてきあのデイビッドってツールを使ってたことがある人がいると思うんですけどデイビッドとは違ってあのいろんなこうオントロジーをこう混ぜこぜになった結果で出てきてこれの場合ほとんど人オントロジーのエンリッチメント解析の結果がこう出てるんですけどたまにこの先ほど説明のあった KO ってやつケグの番号ですねケグの番号があの入ってたりしますがえっと基本的にはこの。 エンリチメンメト解析の結果であのこっちのバーが長ければ長いほどその、えっと、グループの遺伝子が濃縮してたというわけで、えっと、この辺だったらあのそれはより確からしいだろうということですでさっき渡した実はあの、えっと、皆さんにダウンロードしてもらったあの ID の塊は実は低酸素刺激をした時に動く遺伝子の、えー、実は一覧でした。 ですので、見ての通りレスポンスとオキシジェンレベル、当たり前ですねあのカ、カノニカルグライコライシスとか、そういうものが、まあ、エンリッチしているわけです。出たかな、だめなら諦めようかあ、ちょっと無理ですね、まあ、あのすみません、これ、みんなでやると多分、たぶん攻撃になったと思うんで、たぶん、あとで一人でやるとあの、ちゃんと出ると思います。 なのでこのページはずっと残しておきますのであの後でやってみてくださいそうするとこういうふうに出ると思いますでまあそういう、まあ、わけでいろいろそうですおっしゃる通りいろいろ変えないといけないんですねだからこれやり方を皆さんにやってもらうんですけどこのえっとメタスケープでよかったのは実はこの図だけ出しましたけどちょっと帰ってこないからあれなんですけどもし帰ってきたら あの見せたたかったんですけどそのレポートのページっていうのが出てきてくるとこの PDF が得られる他にえっに、と、どういう遺伝子がそこに入ってたかとかその結果がもうパワーポイントにいきなりなっててクリックするとパワーポイントがダウンロードできるとかそういう風にすごくいいんですねなのであの使いやすいから是非こっちのを使ってくださいとで別のツールもあってデイビッドってていうのはよく使われてきましたで僕,も僕らもこの講習会でずっと「デイビッド」って教えてきたんですけど。 えっとこっちの方メタスケープの使いやすいんで最近はメタスケープを使おうねっていう感じになってます使いやすさですねそれ以外にもいろいろなツールがあ,のあってですね、まあ、g ジンセッ d d b みたいなそういう風なツールもあ,あるんですけどそういうのの使い方はよく似てますから、えっと、統合テレビで紹介しているのでぜひ自分でこれは勉強してみてくださいいろんな結果で同じ結果あの ややつつをっって多分いいろろちょっとずつあの結果が違うんですねそれはジンオントロジー以外にもいろんなドラッグターゲットのエンリッチメントが入ってたりとかいろいろあるので、えー、っとそういう違いをまあいくつかのツールを使っていろんなえっと域地でえっとデータを抽出してみてこうやってみるとそういうようなことをえっとやっていただけると嬉しいとであとさあらにこれはこの AFI20 っていうのは実はさらにあの実は条件が厳しいは発言の えと低酸素で、えー、と変動があった時でさらにあの条件が厳しいこう遺伝子リストだったんですけどあのそういうものを使うとどういうふうに変わるかとかいうのも見てほしいなと思って、えー、と実は用意してましたまあ,あのそういうようなえーはい、ええー、とものでこれかか書いてますね遺伝子に関してはいろんな値を試して最終的に考察し最終的な遺伝子としておりますというようなことがまあ,あの 書いてますんでいいいいろいろ試してみててみくださいっていうのがあのが私の最後のメッセージですで最後にちょっとおまけなんですけどおまけ。でまあ今言ってる通り、えー、っとまり、あ、こういうふうに、えー、っとデータ解析に関してこんなとこで何で俺がやらないといけないんだみたいな人がプロの人に任せればいいじゃないかっていうふうに多分言ってると思うんですけどあの私の同僚がいいこと言ってたんであのこれ出してるんですけど。あの マイガプロになるんだよ。というのが僕のメッセージです。なぜかというと、やはりデータはたくさん出てきて、データ解析はあの自分でやるようなま時代になっちゃってるんですね。まそれがまあ、あのもうみんなそうなんでで、仮に僕に言ったところ。でも僕もこういつをやればいいんじゃないかな。としか言えなくて。僕自身もあのやりたいデータ解析があって、それをえっと僕もえっと。公共データベースからのこう、えっとデータ探してきてというのでやっています。 ですみません、ワンモアシンがあって、それはですね、でそういうデータ解析を、えっと、やってもらう教科書を今、書いてて、来月末って言ってますけど、ちょっと来月末、厳しいと思います、今日さっき、構成が来たぐらいなんで、もうちょっとかかりそうですけど、あの生命で科学データ解析の教科書書を書いてますんで、でこういう、私なんかですけど、はい、講習会、キャラバンした、その経験、こういうのを生かして、えっと、データ解析の,あの頭の整理に役立つような本を書いてまして、でも実際にはあのデータ、 解析を実際にやるプロトコルに関してはあの2年前にあのさっきも紹介しましたあのドライ解析標本というのがあの割と参考になると思いますので、まあ、そっちの方あを見てあのやれるようになっていただければなと何、まあ、か質問があればあとまだ僕もこれ最後までいますからあ、えっとで聞いてきていただければというふうに思います。でお疲れ様でした